番行きます。お待ちくださいって言って。わかりました。はい、じゃあ後で出ます。メインで抜いて、で、まあ、あと3メンバーは帰って。思いのほかね、足元狭い。そうですね、やりたい。3回ぐらいこけそうになった。1回こけるでもちょっと抑えて。それスローモーションですよね。この画面上で見ると超かっこよかったけどね。今日なんかこう、現場でグリグリやれるやつと元と両方できるんで、ちょっと僕もノリでぐじゃぐじゃやりながらちゃんとしたのも取れてるので、はい、ミックスすると多分相当グラブステップでもだいぶかっこよくなる。こういう音楽こそこういう音があるんで。アートのギリギリなところみたいなのに行けると多分あのすごい個性出ていいと思うんですよね。あんまりこうアートに行きすぎちゃうと。一旦休憩です。終わったんで。今日すごくないですよ、ここ。これライブハウスですよ、キネマクラブ。なんか昭和のキャバクラじゃなくて、なんていうんだっけ、そのキャバレー的な感じじゃないですか。暑いね。じゃあひとまず休憩なんで、お疲れした。思い切ってこっち向いちゃうときとかも全然あって、はい、じゃあ入んないで。はい、全体のトーンは変わらず、なんか今よりもう半ひねり。はい、もう一歩ぐらいな感じでちょうどいいと思います。はい、じゃあもう一回弾きます。はい、じゃあもう一回。暑いね、これ。暑いってか、やばくないやつの以上思いすぎて。だって俺であんだけ暑かったんだから、マナさんやばいと思った。いいだね、風を浴びてもどうとかじゃなくて、着てる風通さないでしょ。そう、風が来ても意味ないから通さないから、着てること自体がそれがないいいじゃないですか、ちょっとかっこいい。今までのマナヤンのイメージとちょっと違う。このね、蓋を合わせてね、ギターもね、黒でね。あ、今日それにしたの。そうなんですよ、あるだなと思激しく動かなくてもポーズだけスッと決めといてくれれば、はい、いろいろやれるので、はい、お願いします。
ちょっとその顔の向きだけあのクールで全然いいと思うんで無理に向く必要はないんですけど、うん、向いた瞬間が少し長い方が使いやすいかなって思います。わかりました。もう引き方はめちゃめちゃかっこいいです。あれいいっすね、最初あれも絶対もうあそこは絶対あれだなあれでおおとか言ってたら動かなくなっちゃったすいません。ちょっとこっちも反対で整えたら、はいはい、一気に振るで、はい、はい、二人合わせて人類は皆友達だちょっとまとまったよまとまったはい、というわけでこれからあれです、個人はもうとっくに終わりまして、うん、そうね二人とも、2時間ぐらい爆睡しまして、うん、集合っていうの全体で爆睡寝ないでください、はい、撮りましょう。そうね、はい、アグレッシブな、アグレッシブな我々リズム隊のあれを、なんかやらしいことをしたんでしょうな。じんちゃんの鼻の穴。やめてー。はい。はい。ああ。じゃあ行きます。はい。回してください。回してください。また。はい、音出ます。でもしてます。よし。なんだこの地味なやつ。はあ。入れる。よーい。やれるかな。相当中でいろいろやる。じゃあ倒れちゃいましょう。はい。いいです。倒れざまが。あまり顔が見えない。はいはい、ベタってしちゃった方がいいですね。じゃあ回します。
よーい、スタート。はい、じゃあ寝てください。はい、じゃあ正面 OK です。倒れてください。終わり。はい、じゃあ病チェックのメンバー終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、今、撮影終わりました。TV の撮影が。ね、いや今日は、ね、比較的スムーズでしたね。誰も共感してくれないと人はいるのに。いやスムーズだったよ。スムーズでしたよね。スムーズだった。スムーズだったんですよ。結構ね予定通り進む感じでね。なんと今袴着てるんですよね。最後のショットこんな袴なんて着てお答えしたんですけどね。暑い。意外と衣装も暑かったんですけどね。袴も暑いなと思いましたね。袴なんてね着る機会で、ね、まずないですからね。せっかくだからコメントなんかもこれで収めておこうかなと思って撮影でもちょっとしか出なかったんでせっかくなんで収めておいてもらいたいかなとね、シングルカバルケード皆さん聞いてくれてるんですかね、反応はないともちろんないんですけどね、まあまあまあ今日はスムーズに撮影ができたということで衣装の厚さとの戦いを頑張ろうかなと思っております。はい、また頑張っていくんで一つよろしくお願いしますという感じです。ではまた、さよなら。今、すべての動画が終わりました。動画で動画に伝わらない日本語です。そして、今回のカバルケード、本当にキャバルケードですね、前作のこう MV になったレッドスレッドにさらにこう何ですかね、光を刺した激ロックナンバーになったと思うので、それがうまいことこう映像に残ったんじゃないかと思ってます。そして、前回僕はちょっと地味めな言ったらあれですけど、ちょっと地味めな感じからガッとメイクも濃いめに、髪も派手めに、衣装もこう和風なテイストで、頑張ってみたんですけども、こっちがメインの衣装になるんではないですか。え？地味って何なんですか？地味、派手の大義語ですね。髪色、髪色だけの話なんですからね。そうね、あ、僕のその雰囲気がね、はい、衣装はもうね、赤黒つなぎの派手派手な感じでしたけど、イメージをちょっと一新できたんじゃないかなと I think、そしてそうですね、割と今回はみんな多分言ったと思うんですけど、まなぶくんだけか、うん、撮影も早く進んで、テンションも上げ上げで、まだ物足りない感じもしますけど、皆さんに届くことを期待して今日は終わりたいと思います。今まで本当にありがとうございました。そしてこれからも2013年、もうちょっとしかないですけども2014年も、頑張っていけるように、頑張りますように、頑張っていけるように頑張ってみますようにっておかしいですね。皆さんのご期待に、添えるべく頑張ってきてますのでよろしくお願いします。本日はジンがお送りしました。ありがとうございました。イエイ。ただはい、たった今 PV 撮影がね、無事に終わりまして、今回はね、まあ、学ぶと、ジンがもうコメント取ったのかな、まあ、なんか、スムーズに行ったとか行かないとか、でも、撮り自体は結構早かったですね。まあ、なかなかね、なんか撮りながらね、こう、画像の処理をするっていうのもいろいろやってたのでね、なかなか見てて面白いなと思いましたよ。まあ、早く編集終わって見るのが楽しみな、PV になったかなと思います。はい、カバルケードの
ミュージックビデオ撮影が終わりましたが、袴、最後の撮影が袴だったんで、袴を、成人式ぶりに来たわけですが、かっこいい映像になったんじゃないですかね。まだ実はちょっと病君が撮り終わってなくてですね、4人が先に終わった感じで、こんな旅も入っちゃったよ。だねこれなんでシングルが、アルバムを出してまたこうシングルを出すわけですが、まあ、曲の方も映像の方もだいぶ、アルバムとツアーを経て成長したんじゃないかなと思いながら今日の撮影をしてたわけですが、見ていただいた皆さんの感想を待ってます。このシングルもですね、皆さんも大事にしてもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、走った。え、下品って言われるとさ、なんか見えそう、パンツ見えそうで怖い。家だとこんな感じですよってね。なんでこんな感じでバイバイ。クラッシュだ。クラッシュ。レディーズ・アンド・ジェントルマン、今日はね、りょうくんが人体切断というね、マジックをやってましたけども、私、実はマジックができるんです。こちらにマナブが、このロッカーの中に消えてしまうというマジックをお見せにします。それでは、よく見ておいてください。こちらに。すごく狭いし、物がいっぱい入っている。でもこちらにマナブが一瞬のうちに消えますから。それでは皆さん、まばたきのないように。じゃあマナブ君、入ります。いきます。ダーン。種とかがバレないように、こう動画とかで、ね、撮れないのが残念なんですけど、実際マジックのように見えるけど、実はね、本当に消えてるからね。いや、その一回切ってそれを後でくっつけるっていうね。はい、優勝して、お疲れ様。いろんな表情が、はい、結構書いてる時とかのは知ってた感じ。へへへ、終わった PV 撮影。また連絡します。